はい。よろしくお願いします。ね、えー、今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第79弾。ちょっと変いました。シ旨シリーズ第79弾やっていきましょう。で、今回問題9問ありますので、まず一回動画をここで止めてもらって、ストップウォッチで測りながらぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますので、皆さんに必要なところだけ、ぜひね、早送りして解説聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げます。お待ちください。たっちょっと早すぎたわ。あれちょっと待ってね。よ,よしそれでは参りましょう。前回問題が少なかったんでねちょっとこうゆっくりでもいいかなって思ったんですけどやっぱり長くなっちゃうんですよね。始シ終シリーズ。だからもう最初にも言いましたけどあの飛ばしてみてくださいね。まあ、全部必要な方は是非見てほしいとこですけど。 では一番からいきます。マイナス3、マイえっと、引く、えー、カマイナス7ということで、ここ、マイナスマイナスになっているときは、プラスに変えて、後ろの符号も巻き込んで変えちゃえばいいと。つまり、マイナス3、プラス、プラス7に変わるので、えー、プラスのが大きいからプラス。で、7引く3するから4だから、答えは4。この辺はサクサク参りましょう。 で、次の問題は、普通に、多分これ暗算でいける方はほとんどだと思うんですけど、一応考え方をちょっと伝えたくて、えっ、ー、と、割り算っていうのは、例えば、えー、5割る2ってあるじゃん。5割る2ね。の時って、分数にしたらこうだからね。右回転で2分の5ってなるんですけど、で、これも同じように考えると、こうね、4a2 乗、b の3乗分の 8a3 乗、b の5乗とこうなります。で、 数字は数字で約分すると上に2が残る。A が2個、A が3個だから、下の2個を使って上が1個に減るよね。1個上多いから。で、B は下が3個、上が5個あるんで、3個約分して2個残りますよね。つまり残ったのは数字の2、A1 個、B2 個。だから、つなげると、2、A、B の2乗と。まあ、これで終了なんです。 いやこんなんね、ここで見てもさ、数字でね割,割り算して、A の数数えて、B の数数えてできるんですけど、なんでわざわざこれ紹介したかっていうと、これが、例えば、下が、後ろが6とか、6A4 乗 B の3乗とか。つまり、分母に、下に数字が残ったり、文字が残ったりすることもあるんですよ。だから答えとして、例えばじゃあ、2A 分の 3B2 乗みたいな。 になることもあるんですよね。で、普段暗算でやってて、このね、この割り算がこの、こういうふうに、ふうになるっていうのが意識してないと、この残るタイプの問題、手が出なくなっちゃうんですよ。だから、必ずこういう割り算は、こういうふうに、分数の考え方があって、それでこうやって導いてるんだっていうのを確認しておいてください。いいかなみんなに伝えたいのは、この問題が解けることではなくて、この問題の類似問題もね、ぜひ解けるようになってほしいので、 ぜひぜひ。では、次、えっ、ー、と、因数分解していきます。で、因数分解、ここが、まあ今回ね、特徴的なんで分かりやすいんですけど、えー、かけて、プラス16、足して、えー、マイナス8になる数字のコンビを探します。で、これは、まぁ、16、15かける1とかね、2かける8とかあるんだけど、これ4と4がいけるんですよね。4と4。で、足して、マイナス8にしたいから、コンビとしては、マイナス4とマイナス4だね。 これはかけて16足してマイナス8になるから見つけたとつまりえー、x マイナス4それを2個ね x マイナス 4x マイナス4って書きたいんだけど同じものだから必ずちょっと消しますね必ず2乗としてこれで終了ですこれねたまに聞かれるんですけどカッ x マイナス4カッ x マイナス4で2個書いたらどうなるんですかって,これって基本的に×になります 2乗でまとめてください。いいかな。で、この4番のタイプね、ちょっと久々にあったんだよね。結構受験問題解いてるんですけど、最近見かけなくて。でもね、出てくる。このタイプ。あの、式が書いてあって、ある文字について解きなさい。今回は C について解きなさいってやつです。で、このほにゃららについて解きなさいっていうのは、割と苦手な子が多いところで、これ、 C についてって書いてあったら何がゴールかっていうと C イコールホニャララにします。C について解きなさいだったら C イコールホニャララで書けば正解になる。まあそれはもちろん変形があってればね。っていうことで形を変形していきます。で、このタイプの問題は非常に分数がよく出てくる。こうやって分数の形で。 で、このやり方はいろんなタイプの方がいると思うんですけど、基本的にはまず分数を処理しちゃいましょう。分数じゃなくしちゃえばいい。で、5が邪魔なんだよね。ってことは、全体に5をかければ分数が消えるはずだと。じゃあ5をかけて、もちろん左にもかけるから、5a。で、5がえっとかけて消えるから、そのままね、分子がポンって降りてくるので B、2b-c となります。 で、あとは、これをちゃんと移行して、C イコールにします。マイナス C イコールじゃないよ。C イコールね。で、これこっちに持ってくれば、C だけになるよね。C イコール。で、5A を右に持っていけばいいから、マイナス 5A。移行するからね。マイナスに変わって、ただ 2B は右のまんまでいいから、プラス 2B と。これで終了となります。 このほにゃららについて解きなさいっていうのは、こうやってね、C、C について解けって言われたら C イコール。もし B について解きなさいだったら B イコールにすれば OK になりますので、そこもね、覚えておきましょう。さあ、えー、次が、えー、二次方程式ですね。で、ちょっと二次方程式、少し動画長くなっちゃってごめんなんですけど、改めて確認してほしいことがあって、二次方程式を解きなさいって言われたら、まず考えることは、えーと、書くか。 あんまりね、受験問題でここは出てこないんだけど、一応これをね、覚えておいて割れるかなっていう。例えば、もし式がね、こうなってるっつじゃん。二次方程式が。その時に、これって全体2で割れますよね。で、それは割ってください。わもちろん割んなくてもいけるんですけど、割った方が近道になります。だから、あ、2で割れるなと思ったら、まず割れるなら割ってください。こうやってね。2で割って。 で、これ方程式だから全体を何かで割ったり何かでかけたりは OK だからルール上ね。で、こうなったら、今ここで同じようにしてるんですけど、こうなったら次に考えるのは、えー、公式使えるのって。使えないのって考えます。だ公式を使ってさっきみたいに因数分解ができるんだったらしましょう。今回できないんですけど、例えば因数分解をして、 X プラス5 X マイナス1イコール0とかなればここから答えがさ X イコールマイナス5と1って出るじゃないですかあ。公式使えればこっち。使えないなら解の公式って。これがえっ、ー、と因数分解じゃないや。二次方程式解くときに基本的な考え方です。割れるかなって考えてから公式使えるの使えないなら解の公式でいいよねっていう。で、この順序は頭の中に入れといてください。 で、今回は、最初からね、この式が割れないんですよ。だからそこは考えなくていいんですけど、で、公式使えるかなって。つまり、さっきと同じ。かけてプラス2、足してプラス5にできるコンビ、数字のね、ペア見つけられるかなって考えたいんですけど、ないんですよ、今回。ないから、え、解の公式で攻めていこうと。いうことで。いいね。で、解の公式。ま、今回スペースちょっとね、あえて作ったので、書いておきましょう。あの、学校でね、呪文のように、 覚えるやつです。いきます。x イコールおっと書き間違えました。2a 分のマイナス b プラスマイナス b の2乗マイナス 4ac はみ出ました。これが解の公式ね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac とで。でこれはもう本当 とりよく出てくるんで、解の公式。高校受験で。絶対覚えておいてください。で、ABC が何かっていうと、ここの数字です。ここ今1隠れてるけどね。これが A。プラス5が B。プラス2が C です。あとは当てはめていきましょう。X イコール 2A 分のだから2、2る1なんで、2分の、えっ、ー、と、B が5だから、マイナス B。つまり、これにマイナスつけるから、マイナス5。プラスマイナスルート。 中身、B の2乗、5二25だね。上書きます。5二25。マイナス 4AC は、マイナス 4×1×2 です。つまりマイナス8ですね。つまり中身が17になります。17。で、必ず、ここだけじゃないけど、ルートがね、出てきた時は、ルートの中身チェックをします。ルート17。ほにゃららルート、ほにゃらら直せないかなって。ただ今回は直せないので、これがそのまま答えになりますと。 いいね。回の公式覚えておくだけで、これ得点取ることができますので、ぜひ覚えておきましょう。では、6番参ります。えっ、ー、と A、A プラス B の2乗。で、A が2で B がマイナス3かな。その時の値求めなさいと。で、これはまあ、あと、もともとここがなんか因数分解できたりとか、ちょっとまとめられるならまとめてから攻めるんですけど、今回このまま代入しちゃいます。で、もう気をつけるのはただ一つ。A はいいよね。2だから。ここです。 マイナス3、二乗のとこに入れたいんですよ。で、マイナス3、マイナスを入れるときは必ず括弧をつけて二乗します。二乗は外です。マイナス3を二乗したいからね。つまり、この意味は、マイナス3を2つかけてねという意味です。だから、プラス9だよね。なので、これは2たす9になるので、え答えは11と。これで終了。 そして7番です。まあ、ちょっとね変化球の問題は来ましたと。今平行四辺形 ABCD があります。で、そこにある条件、まあ、選択肢ね、えっと編集で出しておきましょう。ある条件を足し、1個足したら長方形になりますと。こいつが。その足す条件は何でしょうかっていうこと。で、これはもう長方形を自分で書くのが一番いいと思います。で、えっとね、これ別に強制しないんだけど、書くときにちょっと、えっと、なんだろう、う分かりやすいように長い長方形とかにするといいです。 なんか、フリーハンドで書くとさ、例えばこんなになると、ちょっと正方形に近くなっちゃってる。こういうのを書くよりは特徴が分かりやすいので、あえてこう伸ばした方が分かりやすい気がします。なんでこんなこと言ってるかっていうと、この平行四辺形を長方形 ABCD にしたいんですよね。で特徴、えっと、選択肢見てください。AB イコール BC とあります。見ます。AB イコール BC。なってないですよね。長方形は。だからまず A の選択肢は消えます。 長方形の選択肢、っと特徴に入ってないから。で、次が AC、垂直 BD です。つまり、対角線です。ここと、ここ。えー、これ見てわかりますよね。ここはこれとこれが垂直にはなってない。つまり、90度では交わってないですよね。で、これが、さっきのちょっと、正方形に近い形で書いてフリーハンドとかでやると、ちょっと垂直に見えません。垂直じゃないんだよ。 正方形は垂直に交わるんだけどだからあ分かりやすく細長く特徴をと絶えた方がミスが出にくいんですこういう時にだからこれ「い」も違うとじゃあ「う」いきましょうか「う」は AC=BD イコール B D です対角線の同じ長さになってますよね俺同じこれはいけるんじゃないかとまあでもエも確認したいよねえっ、えー、と角 ABD と角 CBD です角 ABD だからここですここ と CBD だからここですここです違うよね。上のが大きいでしょどう見ても。ただ、これでやっちゃうと、あれ同じじゃねみたいなことが起こってしまうので、まあ、こういう風にね、ちゃんと形を書いておけば、答えがうっていうことはすぐわかりますので、ぜひね、あの図形を書くときには、ちょっとわかりやすく、紛らわしくならないように書いておくのをおすすめしております。答えはうと。 さあ、あと2問ですね。8番いきましょう。A 地点から B 地点まで、まぁちょっと書きました。よくね、これこういう図を書くんですけど、A から B までありますと。で、はじめは、毎分60メートルで A メートル歩いた。で、途中から毎分100メートルで B メートル走ったところ、20分以内で B 地点に到着した、この数量関係、不等式で表しなさいと。で、まず、まあどこかね、途中で切り替わってるので、まあ、この辺にしましょうか。ここで歩きと走りが変わりましたと。ちな自分はよく、 こう分けたときにそれぞれのこうミハジっていうのをあ色を交互にし忘れましたね。ちょっとまあいいか。みちょっとごめんね赤のインクペン先潰れてるね。ちょっとあ次回変えときます。ミハジにします。でまず歩いたところを考えましょう。毎分六十メートルと言ってるのでこれは速さね。速さが六十でえっ、ー、と距離が A メートル。道のりが A ですね。 で、今一応気をつけなきゃいけないのが単位です。で、今、A メートルと毎分60メートルと言ってるので、まあ、ここの単位合ってるかそのまま計算しましょうと。で、この二つが揃ったことによって、時間が表せます。で、時間っていうのは、まあ、小学校で見端とかね、木端やった方もいるかもしれませんけど、道のり割る速さです。道のりを速さで割ることによって時間が出ます。だから、えっ、ー、と、A 割る60。で、さっき、ここのね、 分、で割り算でやりましたけど5割る2こ、5÷2 は、こ右だよ。2分の5です。2分の5。ってことは、A÷60。できないけど A 割る60こ、A÷60 は、こつまり、60分の A です。表すとすると。だから、歩いたところにかかった時間は、60分の A となります。じゃあ、同じように、走ったところ考えていきましょう。走ったところは、速さは100です。で、えー、道のりは B。で、同じように表すと、100分の B となります。あ、まあ単位メートルで合ってるし、 で、今、毎分60とか毎分100と言っているので、時間につく単位は分です。速さが毎分で計算してるからね。で、これを全部で20分以内で到着しました。つまり、ここの時間とここの時間を足したのが20分以内なんです。じゃあ、あと書きましょう。60分の a、たす100分の b が これもフンでね、単位合ってるから。まあ、これ、このタイプの、まあ、大問1とかだったら、単位の引っ掛けそんな出てこないと思うんですけど、これがあえてね、あえて、えっと、例えば、フンフンで計算して、1時間以内みたいな問題出されるパターンもあります。今回は20分以内だけどね。で、今回は、フンフンフンだから全然いいんだけど、もしこれが1時間以内って書いてあったら、ここ60にするんだよ。なぜなら、フンフン時間では式立てられないから。 単位を合わせななきゃいけないけこれはちょっと気をつけておきましょう。であとは20分以内なのでかかった時間と20はどっちが大きいですか以内いいと言ってるからかかった時間のが少ないよね。20分かかってないわけだから。ただしこれ以上とかえっ、ー、と以下。まあ以内もそうね今回のね。この「い」っていう漢字はマークにしてほしくてこの「い」が あったときは、イコールが入ります。その数を含みますよって。つまり、小なりイコールとか、大なりイコールを使うマークです。このいっていう漢字が。だから、今回はここに、イコールが入ります。小なりイコール。で、これで完成。つまり、20分ぴったりの可能性もあるってことね。いいかな。こんな感じでやってみてください。このね、あの、イコール入らぬ、入る入らないは、最近不等式の数量関係すごい出るから、 あの、もったいないんで、これでミスると。いいかな覚えておいてください。では、ラスト。9番いきましょう。で、これはもう内容が正しいものを一つ選びなさいっていうところ。で、まあ、ポイント書きましたけど、本当によく見る。この平方根を聞かれるやつ。皆さん、平方根って覚えてます言葉。ルートの時に出てきてるんですよ。さ、多分最初かな多分、ルートの勉強、授業始まって1時間目、もしくは2時間目には出てくるはず。 で、その後、ルートって計算いっぱいあるじゃないですか。だから、こうね、記憶が薄れるんですよ、ここ。で、よく出てくるのが、この、ほにゃららの平方根は、今回、9の平方根ありましたよね。で、この、平方根聞かれたときは、もう、覚えちゃってください。平方根聞かれたら、プラスマイナスルートつければいいって、その数に。だから、プラスマイナスルート四角ってしとてきますけど。で、今回、選択肢を見ると、9の平方根は3とマイナス3である。えー、9の、 平方根聞かれてるよね。さっきも言ったように、プラスマイナスルートをつければいいんです。で、ルート9っていうのは3の2乗なんで3と一緒。つまり、プラスマイナス3ですよね。9の平方根。で、今回は選択肢には、プラス3、まあ3か。3とマイナス3って書いてありますけど、同じこと。なので、これ、あが正解なんですよ。これで終わりです。選択肢の今回正解としては書いとこう、あです。以上でございます。で、ただ、他のね、選択肢のこともしっかりちょっと見ておいてほしいので確認していきましょう。 で「い」の選択肢にもあるルート16を今後を使わずにっていう皆さん今後これもね結構忘れられやすいと思う今後覚えてます今後ってルートのことよこれよ一応ふわふわしつけとくわ覚えてあげてつまり今後を使わずにっていうのはルート外せってことねでルート16っていうのは4の2乗ですよね4の2乗 2> だからルート16を直すとこれ4ね これプラスマイナスじゃないからね。なぜなら、これマイナスルート16ってなってればマイナス4よ。でも、マイナスがなかったら、プラスにしかならんから。だから、イの選択肢は違うと。で、うとえに関しては、ルート5たすルート7。ルートの中身同士計算できないもんね、ルートは。ルートの足し算のルールは、中身が同じ時、例えばこういう感じ。2ルート5たす3ルート5だった,だったら、 外2、2たす3をして、5で中身がそのまま5ってできるけど、ルート2たす、あ、ま、ルート5たすルート7がルート12みたいなことにはできないので、これはできませんと。で、絵は、まあ、これはちょっとね、一番ややこしいかも。公式をね、ちょっと関係するから、こうなってるじゃないですか。で、この公式って、ちょっとごちゃごちゃしちゃってごめんよ。みんながね、展開の公式、カッコ X プラス Y の2乗で習ってます。で、この公式思い出せるかいこれ。これは、 x 2xy のの乗乗プラス x y プララスス y の2乗だよねこれは公式つまり x の2乗つまり左のパーツの2乗ルート2の2乗も出てくるでし y の2乗右のパーツの2乗のルート6の2乗も出てくるんだわだ近づいてるんだよね絵の選択肢ただ真ん中に 2xy2 に左のパーツと右のパーツをかけたもの足す2まあルート12って書いておこうか直せるけどね こいつがいるはずなのよ、公式使ったら。で、それが書いてない、絵には。だから、公式使うと、絵は正しくないことが分かるから、絵も違いますよ、と。いうところで、ここもしっかり押さえておきましょう。ちなみに、ちなみにね、この最後の問題、ちょっと優しくて、何が優しいかっていうと、一つ選びなさいなんよ。だから気づきやすい、これ結構。でも、この平方向の言葉とかの問題は、5個ぐらい選択肢があって、正しいものをすべて選べ。 つまり、2個か3個か分からんみたいな出題のされ方も結構あるんです。でその時には、えって結構とどまり、えっと、戸惑いやすくなりま、なるので、ぜひね、このほにゃらの平方根と聞かれたら、プラスマイナスルートその数字をすればいいとか、まあ、今後はね、ルートのことだよとかもそうですけど、この辺もしっかり復習して押さえておいてください。では、えー、今回はね、高校受験対策の主シ,シリーズ、第79弾やっていきました。で、今回の授業はこれで終わります。以上です。 来，上。